プロセスモデリング用のコンンポーーネントをを作成すす。る方法を説明しますホームタブのインポートグループのジオメトリーでマシンボディをインポートしますモデリングタブのマニピュレーショングループから移動を選択しマシンボディを移動しジオメトリーを分割しますドアを選択しリンクを抽出しますリンク1を選択し ジョイントタイプを変換に設定します軸にプラス X を設定しジョイントの名前をドアに変更します新しいサーボコントローラーを作成しますドアの可動域の設定を最小リミットゼロ、最大リミット550に設定しますリンク2を選択しジョイントタイプを変換フォロワーに軸をマイナス X にドライバーをドアに設定します マニピュレーショングループのインタラクティブを選択しドア部分をドラッグして可動域と動作を確認しますジオメトリーグループのツールを展開しマテリアルの中の割り当てを使用することでコンポーネントの色を変更することができますマシンボディの一部をライトアンダーラインオレンジに変更しますワークを配置する台を選択し マシンボディ内部の中心ままで移動させます次にマシンボディにフレームを3つ追加しますプロセスを実行する位置プロセスを実行する前の位置リソースが停止する位置ですモデリングタブに移動し1番目のフレームを作成しますフレームをマシンボディの前に配置します人または AGV などのリソースが ワークを投入する位置です。名前をリソースロケーションに変更します。座標をオブジェクト座標に変更します。人または AGV がマシンボディの方向を向きます。2番目のフレームを作成し、名前をプロセスロケーションに変更します。フレームをマシン内部のプロセスを実行する位置に移動し、半時計回りに90度回転させます。 3番目のフレームを作成し、ロボットがプロセスロケーションに接近する位置に移動します。ロボットはプロセスを実行する位置にワークを配置する前に、3番目のフレームに移動します。フレームの名前をプロセスロケーションアプローチに変更します。3つのフレームを追加したので、ビヘイビアからワークを格納するコンテナを追加します。 コンテナの名前をコンポーネントコンテナアンダーラインアンダーラインハイドアンダーラインアンダーラインに変更しますビヘイビアから統計を追加することもできます稼働率などの統計情報を計測するために統計を追加しますプロセスモデリングの動作を追加しますトランスポートノードを追加しますマシンボディ内の加工する位置を定義するため トランスポートノードのプロパティウィンドウのコンポーネントコンテナに作成したコンテナを設定し、ビジュアルポジションフレームにプロセスロケーションフレームを設定します。デフォルト製品ポジションフレームはプロセスロケーションフレーム、デフォルトリソースポジションフレームはリソースロケーションフレームです。マシンボディの内部にノードを配置するため、フレームを設定します。プロセスエグゼキューターを追加し、 トランスポートノードを設定しますワークをコンポーネントの内部または外部へ転送することができますコンポーネントコンテナに移動し統計を設定しますプロセスタブに移動しエディターグループのプロセスをクリックすることで他のコンポーネントにプロセスラベルが付いていることが確認できますがマシンボディにはプロセスが含まれていないため プロセスラベルが表示されません。マシンボディの青丸をクリックし、プラスボタンをクリックすることで、プロセス1が作成されます。名前をマイミリングに変更します。プロセスにステートメントを追加します。最初に、統計ステートメントの中の状態の設定を追加することで、マシンボディに設定した統計を変更することができます。ワークが到着するまで待機し、 ワークをプロセスに搬入するので、トランスポートインを追加します。ディレイを追加し、1秒遅延させます。ドアを閉めるため、ジョイントを移動を追加します。選択したジョイントを移動させることができるので、ステートメントプロパティウィンドウでサーボコントローラーとドアジョイントを選択し、ターゲット値を550、モーション時間を1に設定することで、 ドアを1秒で550ミ、mm、リメートルの位置に移動させることができます。状態の設定を追加します。ディレイを使って加工時間を設定します。モデリングタブのプロパティグループのプロパティから分布を選択し、名前をプロセスタイムに変更し、量をタイムマグニチュードを s 値を定数値5秒に設定します。 値の分布タイプから正規分布などのランダムな値に設定することもできますプロセスタブに戻りディレイを選択します時間ソースを数式に変更し数式に作成した分布を設定しますプロセスの実行時間を設定することもできますドアを開くためジョイントを移動を追加しステートメントプロパティでサーボコントローラーとジョイントを選択します ターゲット値をゼロ、モーション時間を一に設定します。状態の設定を追加します。リソースが到着し、ワークを持ち上げるまで待機するので、状態をブロック度に設定します。プロセスからワークを輸送するため、トランスポートアウトを追加します。マシンボディをロボットの横まで移動します。ロボットが動作することができるスペースを確保し、 コンポーネントを配置します。ワークが最初のマシンから、今回カスタマイズしたマシンに移動し、コンベアに輸送するフローに変更します。エディターグループのフローをクリックします。フローグループ番号1の2コンベアを削除し、3D ワールドで最初のマシンとコンベアをつなぐ矢印を削除します。最初のマシン、 カスタママイズしたマシン、コンベアの順番にプロセスラベルを選択しロボットコントローラーと矢印上にあるアイコンをクリックします右クリックからトランスポートコントローラーを変更を選択しロボットで輸送する設定をしますシミュレーションを再生し動作を確認します一方のコンベアでは立方体が流れもう一方では箱が作成されました ロボットが立方体を2つのマシンに輸送し、箱に立方体を投入しました。プロセスモデリング用のコンポーネントを作成する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。